いい医者の見分け方教えてくれ。すっげえいいのあるよ。まずサイコロ用意するじゃん。で、転がすじゃん。その1から6まで病院を決めるじゃん。で、転がすじゃん。そこに行くのが一番いいから、マジで。これ俺本当に、何百人という医者を見てきた俺が言うんだからマジで間違いないよ。それが一番後悔しないし、間違いなくいい医者に当たるよ。本当だよ。これ、嘘じゃないよ。うん、いや全部ゴミって言ってるわけじゃなくて変わらん、多分変わらないと思う。運運だから本当に、運だから何箇所も行った方がいいんじゃない。それで自分が納得できるとこ行けばいいじゃん。変わんなかんな。すげえいいお医者さんだってさ、なんかでも、テレビ出てる先生には行かない方がいいなと思う。テレビに出てる先生はあんまり俺は行かないかな。うん。それ以外だな、俺は。雑誌とかで特集組まれてる先生はいいと思う、俺は。ただ、テレビに頻繁に出てる先生は、多分俺は自分だったら行かないかな。なんか臨床での経験がやっぱあんまりない、なんか、そう、昔すごかった先生たちがテレビ出るからね。昔すごかった先生が。テレビに出てるわけじゃない。雑誌ってやっぱさ、その分野のスペシャリスト。今、カテーテルといえばこの人って30代ぐらいの先生とかが特色されてんのね。医療系のなんか雑誌とかだと。医療系の雑誌ってよくわかんないけど。よく、そういう先生は、やっぱいい先生っていうか、ものすごいちゃんと、なんかその理論がしっかりしている先生。俺一人だけもうこの先生絶対すげえいい先生だなっていう先生がいて。その人にずっとかかってるけど。まあ、一緒に働いてた先生だけど。まあ、性格悪いのはゴミみたいな。患者さんの家族とかにおめえはさ、みたいなこと言うの。でもやっぱ自信がある上での、なんか、高圧的なやつだから問題起こすし、もうね、自分がミスして死んだらしょうがないっていう感じ。俺がミスしてんだからもう仕方ねえだろ、みたいな。もう絶対開き直ってる。一生懸命、俺が、この才能があって、頭も良くて、技術も伴ってる俺がやって、死んだんだからもう仕方ねえんだよって、俺たちに言い聞かせてたから、この人だったら俺も任せられるっていう。うん。優しい先生は俺ダメだと思う。自分のなんか、勝手なイメージだよ。自分の腕のなさを、優しさでごまかしてるように見えちゃう。なんか俺の知ってる先生で優しい先生は、あんまりなんかいい先生いないなっていう。なんか厳しい先生。がいいかな。開業医はやっぱ有能なんじゃない？でもあまりにも専門的に特化しすぎてて、やっぱり、限られちゃうしね。でも厳しい先生って、俺はね、でも俺なんか病院まだ3つぐらいしか経験してないし、あくまでも個人的な主観がかなり入ってますね。でもやっぱ自己中でなきゃいけない。なぜかというと責任取るの全部医者だからさ。もうカリスマが、石原慎太郎みたいなカリスマがある先生が俺はいいかな。そう。で、結局は自分がミスした時に納得できる先生にかかるのが一番なんだ。いい先生なんかいねえんだよ。探しても見つかんねえよ。そんなで弱役殺到してんだろ。うん。予約殺到してんだよ、結局。納得できる先生に会うのが、一番。そう、橋本徹とか。俺、石原慎太郎大好きだからさ。なんでかって言うと、なんかあの人さ、責任を取る覚悟がなんかありそうじゃん。間違ってることもいっぱい言うじゃん。もう中国のバカ野郎、お前パンダなんかよこさねえで尖閣よこせや、みたいなこと言うじゃん。ああいうのってさ、まあ、多分、テレビのね、カメラ回ってるとこで言っちゃいけないじゃん。でも好きなんだよな。好き。あんだけ言ってくれたらなんか気持ちがいいわ。俺についてこいっていう。俺についてこいっていうな。医者は発達障害、教授はサイコパスでうちの先生が言ってた。発達障害は少ないんじゃない？あ、でも、なんていうの？あれは多いだろうね。エジソンとかのやつ。なんだっけ？名前知ったよ。ADHD。アスペルガー。アスペルガーの先生多いわ。多分。多いわ。